東京街歩きチャンネル。今回はですね、駒込を歩きまして、駒込の駅からですね、旧古川庭園に向かって、路地を通って歩いたという内容でございます。さあ、それで駒込の駅でございます。で、まずはですね、こちら、私の庭ハートみんなの庭というですね、ちょっと変わった、まあ公園というのか、名前の通り庭なのか、以前にも実は紹介したことはあるんですけれども、もやもやサマーズとかでもね、ここで確かザリガニを取ったりしてたような気がしますが、冬場はね、割と裏寂しい感じでございます。で、その独特なお庭からですね、出発しまして、まずは、お庭の横の道ですね、前方の。ここを左に曲がっていただいて、で、この奥ですね、この細道、ここからですね、妙義神社を経由して古川庭園を目指そうということで考えております。まあ、この道もすでにしてまあまあ狭い道ではございますが、ここから先ね、もうちょっと面白くなっていきますのでお付き合いください。まず前方、このね、閉めたのかな？酒って書いてありますけど、この時計がね、止まってんですよ。6時23分ぐらいで止まってるんですけど、当然そんな朝早い時間歩いたわけではございません。で、いいでしょう、この左右で高さの違う路地ね。私の好きなやつ。で、ここを抜けていってですね、一旦こうしてちょっと広がりますが、前方のお家もいいですな。歴史を感じますな。で、ここで左に折れていただきます。そうすると、またね、路地が出てくるんで、まずは最初の目的地、妙義神社をね、目指そうと思います。駒込はね、以前にも2回ぐらいかな、取り上げたことはあるんですけれども、いずれもね、こっちの方は歩いてないんですよ。六義園とかがあるね、駅の南の方を中心に歩いてましたので、今回は、こっちに向かってみようじゃないかと。で、途中ちょっと寄り道でございます。この階段もいいですよね。上のイチョウがいい味を出してると私は思う。で、登ってその先に行きますと、先ほどの駅前の大通りに出るわけなんですよ。で、ここでですね、一回このなぜ寄り道をしたかというと、道の向こう側にあるお地蔵さんをね、まあ過去にも紹介してるんですが、せっかく通りがかるのでここも紹介しておこうと思います。妙義坂子育て地蔵尊という名称なんですけれども、なんといってもね、この3体並んでるうちの左側です。独特なお地蔵さんがあるんですね。こちらセーラー服を着ているお地蔵さん、いやー、もしかしたら全国でここだけかもしれないですけどね。まあ、昔交通事故で亡くなった、二人の女の子を、まあ、弔っているね、お地蔵さんだということで、割とね、悲しいエピソードが裏には控える。まあ、お地蔵さんってのは何かしらの供養のために置かれたりしますから、どうしてもね、暗い話にはなりがちですけれども。で、妙義坂という名前がついている通りですね、この先に妙義神社があるわけですね。で、先ほどの道、戻ります。まあ、だから、さっきは神社とは反対方向に曲がったということですね。で、この、いい味出してるイチョウ。まだまだ紅葉が生きてますな。イチョウって、あれですよね。個体差が大きくて、どのタイミングが紅葉の盛りかっていうのが、なんか木によって違うから、すごくこう難しいですよね。今がチャンスと思っていくと、まだまだ緑だったり、いろいろありますから。で、こちら、妙義神社でございますが、これがね、確か、豊島区で最古の、神社とされておりまして、まあ、縁起を遡ると、なんと、ヤマトタケルのところまで遡ってしまう。ということでですね、ヤマトタケルの統制の時にここに陣を張ったのだという、そういう伝説があるということで、名前も将軍級とか書いてあります。まあ、将軍級と読むのか、何というものか、定かにわかりませんけど。で、両脇のね、この柱の、上り竜、下り竜も、なんか日光東照宮的で面白いの。ま
ああ、ヤマトタケルが本当にここに陣を張ったのかっていうのはもう論じてもしょうがないことですけどね。何でも言えるんじゃねえかという気がします。で、境内にですね、コマ猫があるんですね。素晴らしい猫のコマ犬というか、まあコマ猫。コマ猫に近いものは立川で見たことはあるんですけれどもね。それはあの一体だけなんで、もしついでコマ猫が存在してるのは私実は初めてです。非常に希少なものだと思いますね。で、なんで猫かということなんですが、これは太田道館の話に、由来があるそうで、太田道館が戦の時に、命が危うい場面で黒猫に導かれて逃げ延びたっていう、そういう伝説があるんだそうですね。で、猫の、コマ猫が置かれるようになったと。で、裏側から通るとですね、こうして、中央聖書神学校、独特のフォントで迫力の施設がありまして、要するにこの辺はちょっとこう神域なんですね。神様が集まりやすい場所なんでしょうか。で、そこからですね、そのまま裏手を抜けて、次の路地に向かいたいと思うんですね。ちょっと場所が分かりづらいんでね、一応出しておこうと思います。まあ、裏側に回っていただいて、この辺は割と凡庸な住宅街ではございます。この坂でね、ちょうどこう、沈んでいくわけですけど、その谷底付近にこういう細路地が伸びてるんですよ。で、そこを抜けていきます。ここなんかはもしかすると、かつて川だったかもしれないなと。八田川のね、支流のような小川が流れていた可能性は大いにあって、ここね、後から知ったんですけど、今歩いてるルートを沿うようにして、区境が伸びてるんですね。豊島区と北区の区境になって、豊島区駒込とね、北区西ヶ原と、分断されているという、そういうライン上をどうも歩いてたようですね。大体ね、区境にかつて小川があったというのはありがちな話ですから、大いに可能性あるんじゃないか思います。で、前方を歩いていきますと、この先でね、商店街に出るんですよ。で、この前方の道がそれですね。右側に行くと霜降り商店街、左側に行くと染井商店街という風に分かれておりまして、前方霜降りってありますよね。で、これも結局区が変わるから一応商店街が分かれた、そういうことのようなんですよ。面白いもん。商業圏としては全くの地続きで別に分断もされていないんでしょう。一応商店街としては分離されているというですね、なかなか面白い光景が見られる場所だかなと思いますね。で、これが確か八田川の流れ後のお家かな。で、振り向きますとですね、私の好きな平たいビルがあるっていう。これもう目の錯覚で平たいんですよ。いいですね。平たいビル大好きですよ。そして、この壁がもう古川庭園。ここまで来ると古川庭園はもうあと少しですね。で、古川庭園行く前に、寄り道、無量寺というお寺さんでございます。まあ、なかなかの古刹でございまして、なんかね、この付近出身だっていう司法書士さんが、土地の取引の時なんかに東本あげるとですね、結構この無量寺がかつての所有者だったっていう土地によく行き当たるそうなんですね。まあそのぐらい、土地をこの辺りに持っていたというお寺さんのようです。まあ中はね、撮影すんじゃねえぞっていう張り紙があったんで遠慮してやめておこうかな。SNS など持ってのほかみたいな感じで、せんじゃねえよって書いてあったんで、やめておきましょう。で、紹介したいのはね、こちら、横の路地がね、味わい深いですよ。ここ最高。ここはね、ぜひ、古川庭園行ったら、もう隣だから、ぜひここを歩いてほしい。用がなくても。そのぐらい素晴らしい場所でございます。いいでしょ、これ、ほら。ほら、ここでちょっとこう、お寺の手の入った感じがね、伝わってきます。そして、これですよ。この最後に一番細いところを通って、この道に出るということです。ここを前方を登っていけば、もう古川庭園するんですからね、右に曲がれば古川庭園です。
で、その庭園に来るわけですよ。まあ、通常私は有料の施設というのは紹介しないんですけれども、まあ、ここに関してはね、150円ですし、いいんじゃないかなということでご紹介いたしましょう。まあ、有名な場所ですけどね、かつての古川財閥のお屋敷ということで、私古川財閥って聞くとね、どうしても足尾銅山鉱毒事件が浮かんでしまうので、なんかこう、複雑な心境になるんですね、古川庭園に来ると。この庭園を作り上げる金が足尾の人々の血で贖われたのかってちょっと思っちゃうんですよ。やぼですけど。で、まあただね、私大学の頃に環境問題とか扱うおじいちゃん教授がいたんですけど、その人が足尾のあたりをね、研究も兼ねて、訪問した時にですね、タクシーうんちゃんに、まあ古川財閥けしからんですよねみたいに言ったら、すげえ嫌な顔されたらしいんですよ。意外とね、地元の人々にはまだまだ愛されてるらしいんですよ、古川っていうのはね。まあ仕事をね、それだけくれた、恩人だという、そういう意識もあるんでしょう、きっと。これですね、駒込の崖、これが楽しめるのがこの庭園のいいと思います。はい、今回は以上です。最後に写しているこれは、かつての平塚城跡にある平塚神社でございますね。気に入っていただけましたら高評価、それにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。